出ない。皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日はちょっとごめんなさい、本当に申し訳ないんだけど、今日くしゃみがすごくて、私なんかわかんないんだけど、で今本当にくしゃみ出かけそうなんだけど、まあだからちょっとなんか途中でとかに顔しちゃうんだけど、とりあえず忘れてください、これは。はい。で今日はなんか昨日ママが、あおちゃんこれあげるから動画で紹介しなって言われて、なんかねトートバッグ、黒のトートバッグくれたんだよ、こういうやつで中に入ってるから紹介しなって言われたんだけど、昨日マジで眠すぎて寝ちゃったのね。だから今日朝1、さっき起きたばっかです。メイクとかして、ちょっとそしたらなんか前髪巻きすぎちゃったんだよね、なんか知らないけど、そうで、だから前髪巻いてるとか髪まっすぐにして今撮ってます。めっちゃ楽しみだね。ママありがとうということでね、紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。じゃあみんな、私ちょっと目もかゆすぎて、ここも目が腫れちゃって、ちょっとなんか本当にやばい顔してるんだけど、ちょっとお許しをってことでね、じゃあ紹介していきます。この黒のトートバッグめっちゃ可愛いよね。ちょっと英語は全部読めないんですけど、まあこうやって書いてあります。読める方よかったら止めて読んでみてください。はい、じゃあ紹介していきます。はい、一つ目がこちら、じゃーん。あ、クリアファイルだ、かわいい。これは、あれだね。ハピダンプイの、クリアファイルだ。マジで本当にテスト期間はクリアファイルないと生きていけないから、ありがたいね。でも今ね、クリアファイル使ってるのが今全部違うところにあって、ぐっちゃぐちゃ、バッグの中が。プリントとかいっぱいあるから、やばいんで、これでまとめます。今日もこの後友達と勉強しに行くのでこれ持ってきます。やばいなぁ。バツ丸も可愛いし、ケロッペも可愛い。今ね、なんか LINE スタンプ5個使い放題みたいなさ、あるじゃん。それね、バツ丸3つと、ハピダンプイのスタンプが1つと、ケロッペのスタンプ持ってるんだよ。本当に好きなんだよ。っていうね。はい。ありがとうございます。はい、次。いいものから開けてきたよね。せーの、じゃん。はい、はい、来たー、はい、シール来たー、やばいね、最高。松丸のね、シール持ってるんだけど、もうすぐ使っちゃうからね、もうないんだよね。だから、もっと持ってたけど、もうなくなっちゃったから。うるてぃー、はぁ、かわいい。後ろかわいいよね。みんなさ、こういうさ、シールあんじゃん、100均でいっぱい。そういう時ってさ、何に使ってる？私さ、なんかいろんなものに貼っちゃうんだよね。ペタペタ、なんかちっちゃい頃からなんかいろんなところに貼ってる気がするんだけど、なんかいろいろ貼っちゃうんですよ。なんかみんなどういうのに使ってるかなっていうのコメントで教えてください。ちなみにこのシールの推しは、このバツ丸の口が面白いのが好きです。それ一番最初に使っちゃう。続いてはこちら、じゃん。さあ、この何プレゼントでさ、青さ入ってるってある？いやね、青さマジ好きなんよ、私。お寿司屋さんとか行ったら必ず青さだし、けどさ、このテスト勉強頑張れっていうのに青さが入ってるのが本当にママらしい。ありがとう。じゃあこれテストのちょっと疲れたなーって時の休憩時間に飲むね。ありがとう。青さはおもろい。続いてこちら、じゃーん。あ、小粒ポテコだって。かわいい。なんかさ、前さ、じゃがりこくれたよね、こういうやつ。ハマってんのかな、ママは。かわいいんだけど、こういうの買っちゃう。こういうの買っちゃうあたりかわいいよね。よし、学校に持ってきます。ありがとう。かわいいな、ママ。青さからのポテコっていう。しかもこういう系なんか最近買ってくるから、かわいいね、ママ。はい、次。続いては、じゃん。これマジだ。これはスタンプセットだって。無理。スタンプセットだって。なんかスタンプセットだって。かわいいんだけど。これ買っちゃう。ママもかわいいんだけど、無理。これ見たことなかった。プリンくんと、サムくんと、ハンギョドンと、バツマルと、ポチャッコと、ケロッピ。かわいい。ちょっと、ね、中見たいんだけど。なんかさ、
こういうの大好きだったんだよ、ちっちゃい頃。なんだっけ、なんかさ、スイートプリキュアのスタンプセットみたいなのが持ってたんだよ。ずーっと持ってたんだけど、インクがもうなくなってるのにまだ持ってたんだよね。そうで、超好きだった。見て、めっちゃ可愛い、ここ。いくよ。パカ。やばい。じゃじゃーん。めっちゃ可愛いんだけど。これあれで使おう、お勉強頑張ったねスタンプって。やばい、今年のテスト、今年じゃないや、今回のテスト期間はシールよりもスタンプがハマっちゃうかもしれない、もしかしたら。でさ、ごめんね、ここのさ、底がさ、めっちゃ可愛いんだよ。見て、ほら、お願いだからピンと合って、ほら、めっかわなんだけどさ、どうしてくれんのって感じ。え、もうめっちゃ可愛い。今日勉強しに行くからこれ持ってくわ、もうマジで、マジで持ってくわ。やばー、かわいよ。で、インクが2個だって、あんの。ちょっと。はさみがないから開けられない。開けないよ。ちょっとまた持ってくるね。よいしょ。じゃ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 。かわいい。青と緑のハンコがあるね。これをちょんちょんってつけてやればいいんだ。やばい、ありがとう、マジで本当に嬉しすぎる。じゃあ今日持ってきます。やったー、嬉しい。ごめん、発作が出ちゃった。はい、続いてはこちら、じゃん。はぁー、うるさいうるさい。まだ朝なんだよ、ママとパパ寝てんのこれあれだ、キーホルダーや、バツ丸くんのこれ持ってないの、よく覚えてたな。唯一ね、これとね、あともう一個こんぐらいのね、全身のバツ丸のなんかゴム製かなんかのやつを持ってないんだよ、バツ丸のキーホルダー。やった、スクバへの、スクバのバツ丸が増えちまうぜ、やったーでもさ、なんかこんぐらいの大きさって筆箱にとかにつけても可愛いよな。やばい、これは可愛い。本当にやめてほしい、可愛すぎるから。やばい、これは本当に嬉しい、本当にとか言っちゃった。え、これさ、スクバかさ、筆箱どっちにつけたらいいと思いますか？コメントで教えてください。なんか今ね、マリクワのね、筆箱を使ってるんだけど、なんかマリクワって黒やん、私持ってるやつ。だからさ、合うんじゃないかなって今思ったんだよ。どっちにしようかな。なんか、これ持ってる人さ、バツ丸以外でも、みんな何につけてますか？ちょ、噛んだ。何につけてますか？コメントで教えてください。いやー。これは可愛い、ありがとう。続いて、なんかね、ラストかな、袋に入ってんだよ、ハニーズの。見ていきたいと思います。オープン。1個目が、せーの、じゃん。え、待って待って、無理無理無理、追いつけない追いつけない。ちょっと待って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 、思考が追いつけない。ちょっと待って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 、これは聞いてないよね、聞いてないよねとか言って、いー、好きすぎて足にまでバツ丸つけちゃう。やめてよ、朝からこういう衝撃、本当に心臓に悪いわ、本当にやばい。やだー、売ってたのね、かわいい。今日これで行く、あーかわいい、あーかわいい、ありがとう、本当にママありがとう。ちょ、前髪が本当に前髪変、ね、どうしたこれ。はい、オッケー。めっちゃ可愛い、ありがとうママオタクが出てる。はい、で、まだあるんだよ、ラストかな。せーの、じゃん。ママはまだ尊ししろって言ってんのって感じなんだけど、バツ丸くんのハンケティ、やべえ、これ欲しかったんだよ。そう、欲しいって思った時が一番お金ない時だったんだよ。バイト代がなくなって。だから買えなかったって。買えなかったのに買ってくれたママ、ありがとう。ママ、ありがとう。嬉しいよ。かわいい。顔面だらけ。もう、今日持ってきます。ありがとう、マジでありがとう、やばい興奮あー、マジありがとうございます。ということで、ママが買ってくれたものは以上です。こんな感じでした。はい、ということで、今回はママにプレゼントをいただきました。
った。なんか最初は面白いものばっかだなと思ったら、最後に私の取り出す順番もあるけどさ、なんか最後にこの一気にバツ丸が来て、本当にあの鼻血出かけって感じなんだけど、マジで嬉しい。本当ありがとうございます。もうこれでもう勉強頑張っちゃう。本当に青ちゃん勉強頑張っちゃうということでね、あの本当に嬉しい。もうすぐね、あの友達と勉強しに行くので、持ってくものがたくさんあるんですけど、しっかりと勉強してこようと思いますので、はい、はー嬉しい、ありがとうございます。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。